勝手にプレゼンサウナツアー in 北海道。イエーイ。おーすごい、ロウリュだ、すごい。最後こうやってホラーになっちゃってません？はいはい、いくつかサウナに入ってきましたが、うん、まあ、これからも実はサウナに入るんですが、うん、ちょっと腹ごしらえをしようということで、そうだね、帯広駅前にやってきていますね。駅前は、はい、まあ、いろんなホテルもあるし、はい、飲食店も近くにたくさんあるんだけど、はい、美味しいお店がたくさん詰まってる、そうなんですか、のところがあって、はい、そこにちょっと、はい、一緒にね行きたい、行きましょうよ。でも帯広ってなんかあんまりこれってイメージがなかなかないかもしれないです、うんうんうん、観光的なイメージも。そうだね、やっぱり酪農が有名だから、うん、乳製品美味しかったり、はい、あとお野菜が美味しかったりするんだけど、着きました。じゃじゃん、こちらですね、北の屋台。おー、北の屋台。そうなの、なんかね、はい、いろんな屋台が並んでて。本当だ。そうで、好きなお店入って、はい、何食べるみたいな感じで、こんな感じで、うん、すごい可愛いよね、なんかこう面白い、チャパンチャパンっていっぱい、すごい、本当だ。そうなの、そうなの、なんかこうちっちゃいお店がちょこんちょこんっていっぱい、ね、うん、ありすぎて困っちゃいますね。ね、本当だね、相当回れちゃいますよね。うんうん、こと、お向かいもなんか、あ、お向かいはいらっしゃる、うん、ちょっと人いる、やってんのかな、これ、これやってんのかな、このお店がなんかいい感じっぽいので、うん、ちょっといいお店見つけましたね、うん、入ってみましょうか。はい、お邪魔します。ありがとうございます。あったかー美味しそうなものがいっぱいあるね、うん、もうお店入った瞬間の香りからずっといい香りが、ね、お腹空いちゃった。はい、めっちゃお腹空いてます。はい、キャー、ありがとうございます。美味しそう。わあ。すごいよ。は、全然噛み切れちゃうのね。はなくても噛み切れますよ。本当に。嘘じゃないです。すごい。うん。うん。柔らか。すごいです。この今弾丸ツアーみたいな感じでサウナを巡ってるんですよ。帯広だったり十勝のこのエリアのいろんなサウナ巡ってるんですけど、サウナ入られますか？ほんとね、はい、ごく稀に、でも稀にあったら入るみたいな、あったら入る、はい、でもそんな、うん、今の人たちみたくなんか、うん、なんかなんていうのかな、なんか詳しくはない。あこの辺でこう有名な、まあ、サウナだったり温泉とかってあったりしますか？温泉は、まあ、帯広多いんですけど、うん、まあ、有名なんですけど、まあ、帯広の十勝のサウナブームを作ったその北海道ホテルのサウナ、うんうんうん、やっぱりですよね。本当にいいサウナたくさんありますもんね。お風呂もそうですし、で、ね、温泉は、まあ、すごく多いんで、うん、そういえば忘れてますよね、うん、サウナ入るの。そうだね、はい、私たちサウナ旅来たんだもんね。そうなんですよね、実はサウナ旅で来てたんですけど、うん、しかもゆうかちゃんセレクトのね。そうですよ危ねえ危ねえということで、うん、次のサウナが、うん、オベリベリっていうなんか可愛い名前のオベリベリ。え、わかります？いや私わかんない。あ、本当ですか？初めて聞いた。まあ私もそのオベリベリっていう情報しかないので、うん、ちょっとまたオベリベリをちょっと私書いてきました。有価的オベリベリ、はい、有価的オベリベリやっぱオベリベリって感じじゃないですか。もうその通りです。ただそれだけです。その通りです、はい、それだけです。あ、じゃじゃん、ちょっとみんなに見せてあげてよ。恥ずかしいっすマジで、はい、これはちょっと説明もらっていいかな。もうだってもうオベリベリって言ったらもうオベリベリグって感じの、あ、オベリベリグ、オベリベリグって感じのもうサウナもオベリベリグって感じで、はい、じゃあ本当にベリーグーなサウナなのか、はい、見に行こうか。見に行きましょうか。めっちゃ気になる。私も気になります、ね、オベリベリ、ベリベリ。
下の屋台で腹ごしらえをして、うん、して、はい、そして車で10分ぐらい走ったところにやってまいりました。はい、はい、今から入るサウナが、うん、そうオベルベリーですね。オベルベリー、オベルベリーです。あれねさっきの、はい、全くどんな感じかわかんないですけど、なんかめっちゃ雰囲気いい、ね、うん、なんかいいですよね、うん、素敵な建物。あ、ちゃんとカタカナでオベルベリーって書いてあるカタカナなんだオベルベリー。お邪魔します。中入ってきましょう。行ってみましょう。結構広そうだよね。見る限りすごい数のお風呂がありますね。ああ、いっちゃすごい。温泉のいい匂いする。いい匂い。結構いろんな種類がありますね。すごいですね。観光蒸し風呂もあるんだ。いっぱいあるからいいですよね。これ気になるんですよね。
って実はめちゃめちゃでっかいんですよ。大きいよね。そうだよね。すごい大きいです。石だけ見たいですよね。切れ浮きもあるよ。え、これまさかゴールですか？切れ浮きもあるってこと？これででも銃ってなんのかな？やってみますね。しっとりするんで、若干ちょっとお部屋のしっとり感もアップするかもしれないです。はい、メンバーが心なしかさっきよりも熱く感じる。なんかどんどんなんですかね、ヒートアップっていうか、強くなってますね。なんか体感温度が上がってるのか、はい、本当に温度が上がってるのかわからないけど。わかんないけど暑いですね。暑いね。結構いい感じに熱を浴びてる。来てます。ひとみ姉さん、うん、ちょっとあの人生のちょっと先輩としてちょっと聞きたいこともいろいろありますけど、何でしょうか。パートナーだったりとか、うん、こう大事な人とサウナとか入ったりとか、まあ、いろんな体験するじゃないですか、うん、なんかこういうポイントちょっとときめいちゃうかもみたいな、ありますか。こうパートナーだったり異性だったりとか。いいですか。私の場合はですね、常々言っているんですけれども、胸板の厚い人が好きで、肩幅の広い人が好きで、はい、そういういいボディを拝見したいです。それは拝見したいです。そう、それはなんかこう髪をちょっと濡れてる感じとかちょっとなんか風呂入ってんのもう、あーざまーで、これだったらもうってなりますね、多分。ちょっと待って、私もちょっと待っちゃうかもしれない。ゆうか、はい。それはもしかしてオベリベリグッドということでいいですか。オベリベリグッド、ありがとうございます。オベリベリグッド。Close your eyes. Get some rest.プレゼンサウナツアー in 北海道、うん、終了なんですが、はい、どうでしたか、ひとみさん一緒に巡っていただいて。いや正直ね、うん、はい、まあ、私北海道ホームじゃないですか、はいはい、だから、ゆうかちゃん本当に知ってるのって思ってたんだけど、はい、
めちゃくちゃ良かった。やったー。本当に。なんか私の勝手なイメージの、いや帯広のサウナこんなんかなをちょっと集めましたけど、うんうんうん、もうすべてをもう超えてきました帯広十勝は。春夏秋冬で、うん、通います。そうだね。そうですよね。うん、そしたらそれぞれのいいサウナを、うん、そしてそれぞれのいいご飯を巡って、その時もまた一緒にお願いします。うんね、やった。待ってます。楽しかった。Coldplay on repeat, watching people on the street as I go by. And it doesn't even matter to me. チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ボール温泉じゃんけんじゃんけんぽん。整え佐久間くん。サウナをこよなく愛するのんびり屋のクマ、佐久間くん。砂丘という星でちょっと個性的な家族と一緒に住んでいる。一家に訪れる大抵の難しいことはいつもサウナが解決してくれるのだ。 YouTube の&サウナチャンネルにて配信中、見てね。Now my wheels in motion and my